アルベルト・ホフマンは、スイスの科学者である、マン102細胞を LSD から、シロシビン、シロシンを発見したことで知られ、精神薬理学の端緒を開いた、ノーベル賞選考委員の一人、1906年1月11日、スイスのバーデンに生まれた、父親は、工具職人、4人兄弟の長男だった、父親が早くに亡くなったため、 家族を養うために働きながら勉強し続け、大学受験資格を得て20歳で、中ッヒ大学で科学を専攻。パウルカラーに指示し、やがて天然物質の研究に興味を持った。学位論文では、リンゴマイマイの遺液で、キチン質を酵素分解するをテーマにし、キチン質の科学的成分は、植物のセルロースに類似しているとの結論に、優秀の評価が与えられた。 2006年6月1927年に大学を卒業するとサンド社の薬学科学研究所に入った。ホフマンはカクの研究に取り掛かり1938年に開発したのが LSD であった。1943年には LSD の幻覚作用を発見した。その後はマジックマッシュルームの幻覚成分シロシビンとシロシンを自身を 実験台として発見するなど、幻覚作用を持つ物質の研究を続けた。1971年に退職するまで、サンド社に40年以上在籍した。2008年4月29日、スイスアルガウシューブルクで、心臓発作により102歳で調整した。精神科医のオスカー・ジェニガーが、幻覚剤の科学的研究に関する文献を集め、 情報センターとする目的で非営利組織のアルベルト・ホフマンファンデーションを創立している。ありがとうございます。